そんなに僕は多くを語るタイプのキャプテンではないですよね。ずっとこのチームがうまく回るには自分が何ができるかっていう、いや、あるじゃないですか、そんなのいくらでも、ね、海外だって特に私もいや、すごい、なんかまとめようとしすぎない方がいいっていうのが自分の意見さ、ね、床にねこれにいい感じじゃあコインドスお願いします。 どっちがいいですか、赤か黒。黒で。あ、これはどうしましょう。これ選んでください。ね、選んでください。じゃあ僕最初質問します。はいはい。はい、あ、これいいっすね。最初は。はい。海外での女子サッカー人気ってどうですか。そうですね。私12年ヨーロッパでプレーしてて、うん、いや、とんでもないと思います。今が一番。ああ、今が。はい。昔と比べて、はい、12年前と比べて、はい、やっぱもうチームの環境もですし、ドイツももうどの国もこうリーグの発展具合が、うん、ヨーロッパ特にですけど、はい、いや、この急成長すごいなって本当に思います。日本サッカーと比べてもやっぱり全然違います。全然違いますね。やっぱ違うんだ。やっぱ日本はこう優勝した時は、はい、はい、あの時はすごかったですね。すごかったですよね。はい、あの時すごくて、はい、やっぱどうしてもこうなでしこの結果が出てこなくなって、まあ、どんどんちょっと落ちてるなっていうのは正直感じてて、うん、ただ今やっぱもうヨーロッパだとこうどのビッグクラブも持つじゃないですか、女子チーム。はい、いや本当にすごいと思います。あ、そうなんですね。なるほど。自分はキャプテンに向いてると思う。向いてるか向いてないかで言ったら向いてると思います。自分で言うのもなんですけど、はい。なんかもともとずっとキャプテンやってたっていうのもあるんで、今はどちらかというとキャプテンやれるならやりたいっていうメンタリティでいますし、できるならキャプテンマーク巻いてプレーしたいなみたいな思いは常に持ってるっていう感じですね。まあ、そんなに僕は多くを語るタイプのキャプテンではないんですよね、シュツットガルトでは。はいはい、で、やっぱそういうピッチでの、まあ、姿勢だったりとか、まあ、もちろんそれはピッチ外でもそうですし、やっぱそういう日本人の良さだったり、まあ、なんかその自分のフォワードチームの、まあ、メンタリティだったりとか、やっぱそういうところを評価されてキャプテンになったのかなみたいなのがあるんで、だからなんかそんなにまとめようとはしてないというか、シュットガルトでは、はい、自然体な自分をとにかく出して、まあ、それにこうついてこさせるじゃないけど、うん、なんかそういうスタンスで今はあのシュットガルトではやってるっていう感覚だし、まあ、日本代表で言うとまたどっちかというとそのシュットガルトでやってるキャプテン像とまた違ったキャプテン像になっていくのかなみたいな感じですね、今は。はい、いいこと聞けました。私もいや、そうそう、ね、すごいなと思って。いや、でもずっとキャプテンじゃないですか、熊谷さん。そんなことはない。そうです、私も基本的にその各年代、うん、カテゴリーもあのユースの時とかも、はい、高校もですし、はい、まあ私もキャプテンできてるんですね、うん、ここまで、うんうん、で、まあ、私も多くを語るキャプテンではないと自分で思っていて、はい、あのとにかくこうこの人についていけばいいって思ってもらえるようなこう、うん、ピッチ中でも外でもっていうところはすごく意識してやってて、これ代表ではやっぱそうやってやってますけど、そうですね、うわ、自チーム難しいよなって思ってて、うん、ちょっと聞いてみたかったです。そのドイツでのなんかまとめようとしすぎない方がいいっていうのが自分の意見ですね、海外では。はい、次いきます、はい、いつから個人よりもチームを考えるようになったか。いつから、うん、うわ、ちょっと難しい。自分のプレースタイル的に、私自身のプレースタイル的に、うん、なんか個で全部打開できる選手じゃないので、うんうん、ずっとこのチームがこううまく回るには自分が何ができるかっていう、そうですね、はい、でそれによって個人が生きるみたいな選手だったんで、うんうん、だけどそのチーム全体とか、うん、やっぱこうピッチの中じゃなだけじゃなくて、やっぱ外ででもやっぱ考えるようになったというか、まあキャプテンになったというか、そうですね、まあその立場的に、チームの中での立場的に、う
やっぱもう自分がこうしていかなきゃいけないよなっていうところを感じるようになった頃からかなとは。うん、そうそう。確かに。思います。はい。これでも個人考えるイコールチーム考えてないかって言われたら別にそうでもないですもんね。そうですよね。結局やっぱり個人でしっかりパフォーマンスを出すイコールチームのためみたいなところはあると思うんで、なんか僕もチームのことを考えてるかって言われたら多分中学生ぐらいからもうチームのこと考えたりはしてるんですよね多分。でもやっぱりその湘南じゃユース上がってとかってなったら自分の良さ出さなきゃいけないからまた個人のことをまず考えてとか、やっぱそこは多分そのチームの自分の立場とか、まあ、立ち位置によって個人をに重きを置くのか、もっとチームのことを考える余裕があるからチームのことを考えるのかみたい なんかそこは少しずつ成長していく過程の中で変わっていったりするのかなみたいなのは思いましたね。ちょっとあんまないのかもしれないんですけど、うん、試合に出れていない時こそ意識していることや考えていることは？なるほど、はい。まあ、僕シュツットガルトに移籍して最初3ヶ月ぐらい出てないんですよね。あ、そうですね。はい。で、その時に考えてたことってのは、まあ、まずじゃあ自分が試合に出るためにはもちろん何が必要なのかっていうところで、やっぱライバルの選手、今出てる選手のプレーとかをやっぱ分析して、で、この選手はやっぱこういう特徴があるみたいな。でじゃあ逆にこの人いなくて自分にあるものってなんだろうとか、なんかそういうことをやっぱり常に考えながら、まあ試合は見てて、であとはもう練習で結果を残すしかないん でまずはじゃあ練習からしっかり自分の良さを出すようにアピールしていかなきゃなみたいな考え方ですかね。うん、出れてない時期ありました？ね、いやありますあります。だし、うん、自分にこう他人は変えられないじゃないですか。うんうん、から一番意識してることはもう自分にフォーカスするってこと。うん、そうですよね。まあだからやっぱそれでいて出れるようになって結果出せて、じゃあその後コンスタントに出れるようになったってなった、その監督のなんていうんですか、こうジャッジを、うん、まあやっぱ覆せた時って、うん、最高に気持ちいいじゃないですか。まあそうですね。まあ自分にフォーカスするってことを、うん、一番、まあそうっすよね、私は意識してるかなって。うん、今度ちょっとじゃあこういう感じで技術的なことでセンターバックのビルドアップで意識していることや必要な技術を教えてください。自分が、まあ、センターバックだですけど、まあ、一番意識していることは自分のこのパスを受けた選手の、うん、やっぱ時間とスペースを作ること。はいはい、やっぱそれを一番意識していて、やっぱセンターバックから、まあ、ゲームは絶対作れると思ってるんで、うん、じゃあ、まあ、一つじゃないじゃないですか、やっぱ考えてることは。うん、だから相手が、ツートップなのか、うん、こう、ワントップで来るのか、うんうん、なだけで、多分、このツーセンターの立ち位置と、そうですね。運び出し方って変わってくると思うし、うん、だからもうとにかく、自分がちゃんと、ボール持った時は一人受け負って、はい、で、こう、味方に出すというか、うん、代表だと、はい、まあ、3-4-3なんですよ。なるほど、はい。で、熊谷さんはどこで出てるんですか？私、ここでやってて。はいはいはい。この3枚で、うん、この1つの目のラインを超えなきゃいけない。うん、はい。じゃあ、ここが、どう出てくるかって超大事で。うん、でも、こうなったら、まあ、やっぱ自分は早く話して、うん、ここの人とここの人に、ここのスペースを使ってもらう。まあ、そうですよね。うん。だから別に多分自分がそんなにやることなくって。プレイはシンプルになるってことですよね。そうですね。うん、で、やっぱまあここの食いつき見て、じゃあ1個飛ばすのか。うん。これがここまで来たら多分飛ばせるし。うん、そうですね。じゃあこれが出てきたら、まあこれも走れるしとかっていうところ、うんうん、まあパズルじゃないですけど、まあ基本的にはずっとそれを考えて、じゃあ仮に2トップできたら、うん、多分私自身がこの間を少しボール持って運ぶことで、うんうん、絶対この動きは出てくるじゃないですか。そうですね。うん。で、まあ、トントンとか。うんうん。なんか、一番意識してることは、こう、やっぱ相手を見て、なんかどこが空いてるのか。うん。なんかやっぱそこを取るために、じゃあ自分がここで何をしなきゃいけないのかってことはすごく考えてて。うんうん。まあでも、多分大事なのは、技術というよりはどちらかというと、
相手の出方とかを見れるかっていうのがセンターバックはすごい多分大事だと思うんですね。僕もボランチやっててそうですけど、やっぱどこでじゃあどういう風に受けたら数的優位作れるかとか、でなんかやっぱ自分たちのシステムだけじゃなくて、やっぱ相手のシステムとかを常に把握しながら、あの自分のポジションとかを変えて、まあプレイできるか、うん、であとは味方の良さをいかに引き出せるかみたいな感じだと思うんで、多分センターバックもそこはすごく似てるというか、まあ僕もセンターバックやってたんで、うん、その考え方はすごく熊谷さんと、まあ、似てるなと思いましたね。はい。どっちが中高生聞きたいかな。あ、こっちかな。そっちかな。じゃあ海外で身につけた守備のコツは。海外で、そうですね、守備のコツ、まあ、個人戦術で言ったらもう迷ったら行くっていう、飛び込むみたいなこれ多分日本人なかなかないし、指導されないと思うんですけど、個人的に。でもなんか最近すごく声を大にして言いたいのは、もう守備はもう飛び込めとボールを奪うために飛び込んでいけとやっぱそのなんか抜かれることを恐れて、やっぱステイしてしまうといつまで経ってもボールを奪える選手になれないっていう、だからなんかそこの抜かれるのも経験だし、そこでバッて奪えた成功体験があると、やっぱよりその守備範囲とかっていうのは広がっていくって個人的には思ってるんで、だからなんか海外行って思ったのは、やっぱりみんなすごい人に対してのアプローチのスピードとか勢いってすごいんですよね。でもちろんそれでなんかめちゃこうくるって入れ替わられたりするシーンとかもあるんですけど、やっぱりガチャって取れるシーンもあって、なんかそこは日本人の感覚とちょっと違うなってのは思ったんで、だからなんかその守備でボールを奪う選手になるには、もうとにかく飛び込んで足を出していくっていう、なんかそこそれに尽きるなってのは個人的な感覚として今思ってます。はい、いやもうまさにどうしてもこう日本ってこう抜かれない守備の教えられ方というか、はいはい、指導されるじゃないですか、はい、逆になんかくるっとやられてくれた方が分かりやすい、うん、次が分かりやすい、そうですねなんかその余計にこうステイされてると分かります。はい、なんでもうくるっていかれた方がこう次 ね、 ますね、そうですよね、うん、迷いないって強いですよね。まあ強いと思います。うん、相手からしても嫌なんで、やっぱりそっちの方が、そうですよね、うん、全員が迷いなくねボール奪いに行く時の迫力って、まあブンデスとかはそうですけど、やっぱすごいんで、うん、まあ見てる方もすごいそれは面白いんじゃないかなみたいな、うん、やってても楽しいし、うんうん、これ聞くしかないし、もでは夏の大舞台に向けて今どういう心境でしょうか。いやもう楽しみでしかないです、うん、絶対簡単じゃないんですけど、個人的にはワクワクしかないですし、うん、まあ、チームとしても、まあ、やっぱヨーロッパのチームって本当に自信つけてきてて、うん、まあ、正直世界的ですよ、はい、日本全然期待値高くないと思うんですよ、うん、まあ、だからこそなんかその日本が世界にサプライズを起こす可能性は秘めてるんじゃないかなって思ってるんで、うんうん、いいですね。まあそういう楽しみもめちゃくちゃあります、うん、4大会ってすごいっすよ。4大会ってすごいっすからね本当にこれいやマジでいやまあでも本当楽しんでほしいなっていう、まあね、プレッシャーももちろんあると思いますけど、やっぱ子供の頃からのね夢の舞台でやるっていうのはなかなか、しかも4回もできるっていうのはねなかなかできることじゃないんで、はい、ぜひ楽しんでやってほしいなと思います。頑張ってください、はい、ありがとうございます。そうですね、もう個人的にはあんまりそのキャプテンだからって言ってなんかそこ責任を感じすぎないでほしいなと思います。まあ、僕もそうなんですけど、まあ、キャプテンになったからといってプレーがねいきなりこう良くなるわけでもないし、キャプテンになった理由っていうのはやっぱ今までの自分がのやってきたことが評価されて結果的にキャプテンになっているっていうところだと思うんで、だからまああんまり一人で背負いすぎない方が、まあ、伸び伸び、うん、プレーできると思いますし、まあサッカーはね11人、まあ、チーム全員でやるスポーツなんで、だからキャプテンでやりながらもやっぱり仲間がいるっていうそういう意識をね少し持つと、キャプテンとして
まあ、すごくこういい選手になっていくのかなというか、まあ、チームをね引っ張っていけるような存在になるのかなっていうふうには個人的には思ってるんで、うん、なんかそこは一人でね抱えすぎず、まあ、いろんな選手としっかりコミュニケーション取ってなんかやってほしいなっていうふうには思います。はい、自分自身が中高生の時にキャプテンになって、まあ、何一番考えたかなって今思ったら、まあ、キャプテンって絶対嫌でもこうチームのために言わなきゃいけないこととか、嫌われ役というとちょっと違いますけど、まあ、でもチームのために言わなきゃいけないことって絶対あって、言いたくないことでもあって、ただ自分が言うってなったらやっぱ言って説得力のある行動って絶対日頃から大切になるかなって、まあ、言われた時にこうこの人に言われるんだからやらなきゃって思ってもらえないとこう言われたものが響かないのかなっていうところは、まあ、私高校生の時にすごく考えたことがあって、みんなにこうリスペクトさせてもらえるような、もちろんピッチの上でもですしピッチの外でも、まあ、やっていけば本当にチーム全員ついてきてくれると思うので、でもプレーになったらあの遠藤選手言ってくれたように伸び伸びやっていくと、まあ、うまく回るのかななんて個人的には思ってますので頑張ってください。はい、ありがとうございました。めっちゃ良かったんじゃない最後の意見は。良かったですか。うん、良かった。